左端がコンクエスト。2005年11月9日、ホワイトハウスにおいて、大統領自由勲章の栄誉を受ける。ロバート・コンクエストは、イギリスの歴史学者、専門は、ソ連史、また、詩人、作家としても活躍。同時に、イギリス政府当局の反響工作活動に従事していた経験もある。ウスターシャー生まれ、ウィンチェスターカレッジ、グルノーブル大学で、それぞれ学士。 修士課程を終了。1937年からオックスフォード大学モードリンカレッジに移るが、同地でイギリス共産党に入党した。同校からソ連市で博士号の学位を取得する。第二次世界大戦開戦後、陸軍に入隊し、1944年から1948年まで連絡将校としてブルガリアに滞在。同地で台頭する。 共産主義に幻滅したとされる。なお二度目の妻となるタチアーナとは、同地で出会い、イギリスへの亡命を手助けする。ロンドンへ帰国後、最初の妻と別れた後、彼女と結婚。しかし、タチアーナが統合失調症を罹患した後に離婚した。帰国後、外務省情報調査部に勤務。この組織はイギリスにおける共産主義の浸透阻止と反共主義の普及浸透を目的としており、 その具体的な活動内容は、反響的なジャーナリスト、労働組合、その他組織の育成だったとされる。1956年にこの組織を退職した後、フリーランスの歴史家として、著述活動に入る。ソ連史研究者としては、スターリンの恐怖政治に代表される。1930年代にスターリンが展開した大粛清の研究で知られた。 またこの大粛清の時期に600万以上の貸しを発生させたウクライナ大基金がソ連体制に反抗的なウクライナ人に対するスターリンの抑圧政策の一環であったと1981年からスタンフォード大学フーバー研究所上級研究員2005年米国大統領ジョージ・ W ブッシュにより米国における文民向けの最高の勲章である 大統領自由勲章を授与された、2012年ダンデイビット賞受賞、井上勲役、フルシチョフ以後のソ連片山サト役、スターリンの恐怖政治、白石二郎役、悲しみの収穫、ウクライナ大基金、スターリンの農業集団家と、基金テロ新条哲夫役、誰がキーロフを殺したのか佐野誠役、スターリン、ユーラシアの亡霊、ありがとうございます。